シソワット・モニボン・コサマック・ニア・リリアット・セレーバー・タナは、カンボジア王妃、王太后。カンボジア王・シソワット・モニボンの三女として、プノンペンで生まれた。母は、ノロドム・カンビマイ・ノルレアク・テビ。1920年、いとこのノロドム・スラマリットと結婚し、ノロドム・シハヌークを生んだ。1941年の不王の死後、息子のシハヌークが、国王に即位し、 その下で1953年にカンボジアはフランスから完全独立した。1955年にシハヌークは政治に専念するためスラマリットに王位を譲ったことにより王妃となった。スラマリットは在位5年目の1960年に死去したが、この後シハヌークが新設の国家元首に就任、カンボジア王位は空位となり王太后となったコサマックは 国家の象徴とみなされて剣主に準じる待遇を受け、公式の場では、シハヌークとコサマックの肖像画が掲げられた。シハヌークの中立政策により、カンボジアは平和を享受したが、その反米、親越的な政治姿勢に批判的であった副首相のシリクマタクは、首相兼国防省のロンノルと結託し、アメリカの後押しを受けて1970年にクーデターを結行した。 外遊中だったシハヌークは国会の決議により国家元首を解任され王政廃止の上で国名はクメール共和国と変更された。この間も、コサマックはプノンペンの王宮に止まっていた。クメール共和国は支配基盤が脆弱であり亡命先の北京でカンボジア王国民族連合政府を結成したシハヌーク派や国内で地下活動を行っていた。 共産主義勢力、クメールルージュなどからの攻勢を受け、たちまち不利な状況に陥った。1973年、シハヌークと和平交渉を行おうとした、クメールの首相藩、トゥンハクは、シハヌークが滞在している北京へ赴く際、コサマックを同伴した。しかし、シハヌークは交渉を拒否し、藩トゥンハクは交渉失敗の責任を取って、首相辞任を余儀なくされた。 クメールルージュによるプノンペン陥落の10日後の1975年4月27日、コサマックは滞在先の北京で病死した。コサマックは1940年代、カンボジアの伝統舞踊アプサラを、孫娘のボッパデビに教える傍ら、古代のアプサラを復元することにも、意を注いだ。ボッパデビ王女は後に巧妙な踊り手となり、王政復古後に文化芸術賞も務めた。 コサマック王妃を仇った老人形、ありがとうございます。